バフムート包囲作戦は失敗、ウクライナ大統領府が指摘。ウクライナ当局は4月6日、激戦が続く東部ドネツク州の要衝バフムートで撮影されたとするウクライナ軍兵士のボディカメラ映像を公開した。ウクライナ大統領府はバフムートを包囲しようとしたロシア軍の作戦は失敗したと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は AP 通信とのインタビューで、バフムートが陥落すればロシアはウクライナに到底受け入れがたい条件を突きつけてくることになるとして、バフムート防衛の重要性を強調した。ウクライナは高台を抑えており、簡単にバフムトを包囲できないようにしているようです。ワグネルが市街戦を仕掛けて、一時期はかなり押し込まれたようですが、要である駅には迫れていません。視聴者選挙映像も戦果を報告するための PR に過ぎなかったのでしょう。実際東部州では数カ所でロシアが大きく押し返されており、大した結果を出せないまま無駄に武器弾薬を消費しているのに対し、ウクライナ側は辛抱強く防衛して隙を見て効率的に反撃しています。長引けば長引くほどロシアのダメージが大きくなる戦いです。4月末から5月にはいずれかの場所で大規模な反転攻勢も始まるでしょう。状況は思った以上にずっとウクライナに有利だと思われます。このようなロシアによるウクライナへの軍事行動は国際社会からの非難を浴びており、ウクライナやその支援者たちはロシアの侵略に対する強い反発を示しています。ウクライナ大統領府は今回のバフムート市の奪還によってウクライナ軍の能力や意志の強さを世界にアピールし、ロシアに対する抵抗を続ける意思を改めて表明したとのことです。砲弾不足に陥るロシア軍、大砲はいつ使えなくなるのか。ロシア軍は砲弾不足を解消するために新たな砲弾の生産や外国からの購入を検討しているとされています。しかし国際社会からの経済制裁により外国からの砲弾の輸入には制限がかかっているため、新たな砲弾を調達することは容易ではありません。またロシア軍が現在使用している大砲は自動化や先進的な技術が導入されておらず、現代の戦闘に対応することが困難になっています。ロシアは将来的には高度な技術を取り入れた新型の大砲を開発する必要があります。砲弾不足に陥るロシア軍、大砲はいつ使えなくなるのか。旧ソ連の最高指導者スターリンが大砲を戦争の神と呼んだのは有名だ。第二次世界大戦中、赤軍は破壊的な集中砲火を行うために戦線の局所に多くの大砲を集中させるという戦術に磨きをかけた。大砲は現在行われているウクライナでの戦争でも同様に重要で、死傷者の約 80% は大砲によるものだ。だが英国防省をはじめ多くのアナリストはロシア軍が今危機的な砲弾不足に直面していると指摘している。これは希望的観測なのだろうか、それともロシアの大砲は静まり始めるのだろうか。いずれの評価もロシアがウクライナ侵攻時にどれくらいの砲弾を保有していたのか、砲弾の消費速度がどれくらいなのかに基づく。そのため様々な数字が飛び交うのを目にしてきた。米テレビ CNN は1月にロシア軍が発射していた砲弾数が1日平均2万発から5000発に減少したという米当局者の指摘を報じた。これに対しウクライナ軍は1日あたり推定6万発から2万発に減少したという。スペイン紙エル・パイスは3月に欧州連合 EU の内部情報筋の話として、ロシア軍は1日あたり4万から5万発を発射していると報じた。ウクライナへの砲弾の主要供給国であるラトビア政府もロシア軍が1日あたり推定2万から6万発を発射しているという見方も伝えた。また同月にはウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相が弾薬の提供を求める EU への書簡の中で、ロシア軍は1日平均約1万5000発を発射していると述べている。ウクライナの前線から戻ったポーランドの軍事情報企業ロチャンコンサルティングの防衛アナリストコンラッド・ムジカは同月、ロシア軍が1日あたり推定約1万発の砲弾を消費しているとの見方を示した。ロシア軍の砲弾の消費が1日6万発から2万発に減ったのか、2万発から5000発になったのかはわからないが、
発射回数が減っているのは多くの解説者が認めるところだ。開戦当初、ウクライナのアナリストはロシア軍が約52万5000発を国内に備蓄していると推定していた。 A テレビ BBC のジャーナリストマーク・アーバンはロシア軍の保有する砲弾の総数は1600万発に達するかもしれないと述べているが、ロシア軍自体も正確な数を把握しておらず、40年以上前の砲弾のどれくらいの数が今でも使えるかも分かっていない可能性が高い。発射回数の大幅減は備蓄が著しく枯渇していることを示唆している。ロシアは古い砲弾を備蓄から引き出していると報じられているが、その 50% もの砲弾が明らかに錆びており、保存状態はひどく、また製造から年数も経っているため良好な状態ではないようだ。部隊にはこれまで使用には適さないとされていた砲弾が支給されているという。十分な備蓄があったはずの弾薬をどう浪費したのか。北大西洋条約機構 NATO との本格的な戦争におそらく十分とされていた弾薬の備蓄を、ロシアはウクライナでの戦争目的を達成することなくどのように使ってきたのだろうか。ウクライナ軍は資源を最大限に活用するために精密な間接照準射撃を次第に発展させてきた。ドローンを使って狙いを調整し、的を絞った少数の砲弾でロシアの戦車を攻撃する。その一方でロシア軍はますます多くの火力に頼ってきた。ロシア軍の最初の進撃が失敗に終わった後の昨年8月、欧州評議会の外交に関する文書には以下のようにある。ロシア軍はこれらの失敗を受けて集中砲火に頼る戦術に回帰した。ウクライナ軍の陣地に大規模な砲撃を数時間にわたって行い、歩兵や装甲車による攻勢のための道を切り開いた。ロシア軍は主にウクライナ東部でこの戦術を用い、結果として他の方法よりも多くの領土を獲得した。米雑誌「フォーリンポリシー」の「ロシア軍が大量砲撃策を取り続ける理由」という見出しの記事で執筆したルシアン・スタイアのダニエルズは、米国が正確な砲撃の必要性を重視する一方で、ロシアは軍隊の不備を補うために大量の砲撃を用いることを好み、この戦術はナポレオン戦争以前に遡ると指摘している。兵力に資金を注げない、あるいは注ぎたくない軍隊は何か別のもので補わなければならないと書いている。これは特に市街戦において顕著で、ロシア軍はチェチェンで磨いた戦術を繰り返してきた。歩兵が建物ごとに戦うのではなく、抵抗に遭うと大量に発射された砲弾が区画全体を破壊する。その結果、占領した町や都市は完全に破壊され、大量の弾薬が費やされることになる。ウクライナ軍との戦いでも、ロシア軍の大砲は特定の目標ではなく、敵がいる方向に砲弾を発射するのが目立ち、これは第一次世界大戦の戦場を思わせる。この戦い方は、ロシア軍の砲兵司令官にとって、規則に従っているまでのことだ。ロシア軍の射撃表には、あらゆる目標に対して、集中砲火を行うのに必要な弾数が書かれており、これによると、装甲車1台を破壊するのにさえ、数百発が必要だ。ロシア軍が抱えるもう一つの問題、このような弾薬の非効率的な使用に加えて、ロシア軍はもう一つ問題を抱えている。備蓄が長距離ミサイルなどによる攻撃で爆破されていることだ。これは、米国がウクライナに供与した高機動ロケット砲システム、ハイマースの主な用途の一つだったようで、ウクライナ軍は昨年7月に弾薬庫50箇所を破壊したと主張している。最初の数ヶ月間、ロシア軍の弾薬は前線からずっと後方に保管されていたが、明らかにかなりの量の弾薬が爆破され、前方の保管場所や個々の弾薬トラックさえも依然として定期的に攻撃を受けている。備蓄がなくなれば、新たな供給源となるのは生産だけだ。ウクライナの推定では、ロシアは1ヶ月に約2万発、1日に700発弱の生産能力があるという。152ミリ砲1門は1分間に7から8発発射する。砲台が6門あれば15分の砲撃で700発前後を消費し、ウクライナ国内に展開するその他の部隊の分は残らない。部隊間での砲弾の奪い合いが激しくなり、ロシアの民間軍事会社ワグネルの部隊が砲弾を与えられていないと主張するのも無理はない。
ロシアにはまだ弾薬の備蓄がある。そしてロシアの軍需産業がプーチンの要求に応えようとする中で、新しい弾薬の安定供給は続き、おそらく供給は増えるだろう。もしかしたらイランから弾薬を追加購入することに成功するかもしれない。だが1日に4万発あるいは2万発1万発消費することはもはや不可能だろう。ウクライナ軍参謀本部はロシア軍が今後2ヶ月で弾薬不足に陥ると確信している。